今日のあの、コールの、 あの先導していただきますので、後でまた時間がありましたらコールの練習しますけども、ちょっと、時間が なくなりそうですので、よろしくお願いします。それでですね、日の丸行進の趣旨説明 もう本当に簡単にさせていただきます。まあ、とにかくその日の丸行進、日の丸を、日本全国に広めたいという思い、それからまたあの日本唱歌が消えつつありますので、日本唱歌を歌うことによって、日本に対して、日本の唱歌が素晴らしいということを皆さんに認識していただきたいということで、特に沿道の方々にその日の丸と日本唱歌を、見ていただいて、今あのそういった日の丸に対するアレルギーを、消していただきたいと思って、毎月やっています。で、先日あの公衆電話から電話ありまして、日の丸行進は効果がないと思うんですかって言われたんですね。で、まあ私はあの それに対して、反対粉砕というのもあの効果があるかどうか分かりませんと、私たちの方も効果あるか分かりません、ですけども、まああの、あの日の丸行進は、まあ、あのそちらの方の反対粉砕 その攻撃あのデモに比べたら、高校生に比べたら小学校レベルかも分かりませんけども、ですけども、もう沿道の人たちが賛同していただくことが一番大事だ、ただ単に それをその言うて、あの甘い過激なことを言って、みんなが引いてしまうようでは、全然その何のために沿道に対してアピールしているか分からないという気持ちですので、毎月あの日本の日の丸を掲げて、ほんで唱歌を歌うことによって、沿道の特に子どもたち、それから お母さん方、女性たちにも賛同の波動が通ったらいいと思って、あの日の丸行進を毎月やるつもりでおります。それからあの日の丸をあの肩に担いだりとか振り回したりすることは国旗に対する不敬行為ですので、できるだけそれはあの、慎んでいただきたいと思います。それから、最後になりますけど、行進に対して あの警察からの注意事項をお伝えいたします。第一にあの警察官の指示に従ってください。警察の、道路使用の許可条件として、横3列で行進する、軸雑行進や旗を持って走ったり振り回したりして沿道の人々に危険となる行為を行わないこと、交差点では駆け足の場合がありますので、警察官の指示に従ってください。それからあの警察官の方々があの4つ あの警察署から各々各管内の、ところから集まって、各々5人ほど以上の方々に、警備に、交通の警備をしていただきますので、その人たちに対して、警察の方々に対しても、感謝の思いを、伝えるためにアピールの中で、警察の皆さんありがとうございますというふうなことを言わさせていただきます。日本のデモ行進の中で警察の皆さんありがとうございますなんて言うてるところはほとんどないと思うんですけど、私たちはそういう気持ちでおりますので、決して権力に対する反抗とかそんな気持ちは全くなしで、あの警察の皆さんともやっていきたいと思いますし、特に、自衛隊に対してはもう感謝の思いでいっぱいだということを伝えたいと思います。で、あと、総指揮者が私 で総副指揮者が真鍋さん、真鍋さんの、副指揮者の真鍋さんの指示に従ってください。からあのそやな服装や言動は遠慮していただきたいと思います。それからあの、14時半にこの行進は難波で終わりますけども、流れ解散の後で懇親会を開くようにしていますけども、今日は私たちのあと、新春着物和装デモというのがあります。チーム関西が主催でありますけども、韓国の従軍慰安婦強制連行の嘘に騙されるなという、デモが、中之島の女神像の前で15時に、始まって、で15時半からあの御堂筋を行進しますので、もしあの時間的な余裕それから体力があったら、
私らのデモが終わってからでも向こうの方に地下鉄で行っていただいたら間に合うと思いますので、工場の、中曽さんもそちらの方に参加されますので、もしそちらの方に参加される方が多かれば、まあ、懇親会は中止いたします。それから今回、まあ、さっき言いましたけども、まだウサギが来てませんけども、あ、来ました。あ、ウサギと、トラと、それから三毛猫が先頭を歩きますの、歩いてくれますので、はい、あ、時間そう、ね、あ、すいません、もうほんな時間になりましたね。そしたらもう一応、そしたらすいません、もう28分、あと2分で更新せなきゃいけませんので、3列渋滞で並んでください。で、次回は2月の19日、3月は18日、第3日曜日にやりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、ね、あれ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